正義の女神正義の女神は、神話に登場する以下の女神である。ギリシア神話の女神、デミス。ローマ神話の女神、ユースティティア。この両女神は、よく同一視される。アメリカ司法省の225周年記念ブロンズ像。限定1776体。剣と天秤を持つ正義の女神の姿は、司法、裁判の公正さを表す象徴、シンボルとして、 古来より裁判所や法律事務所など、司法関係機関に飾る彫刻や塑像、絵画の題材として扱われてきた。現在は目隠しをした像が主流であるが、目隠しがないものも多い。最高裁判所、中央大学多摩キャンパス内、虎ノ門放送ビル、中央大学杉並高等学校、愛知県立津島高等学校など、日本国内にもテミス像が存在する。 弁護士バッジにも女神の天秤が描かれている。英語では一般に固有の名前で呼ばれるよりも単にレティ・ジャスティスと呼ばれることが多く、固有の名前を用いるときは正義の語源ともなっているユースティティアと名付けられる場合が多い。タロットカードのダイアルカナ11番、正義に描かれている剣と天秤を持った女性も、この正義の女神を擬人化したものである。 テミスト・ゼウスの娘アストライアーや宝来の一人、理系も正義を司る女神では、あるため、ユースティティアと同一視されることもある。しかしこれらの女神が、司法の象徴として扱われることは稀である。星座上で乙女座に属するアストライアーは、隣の天秤座の天秤を持っているという説もある。彼女が手に持つ天秤座の天秤を持っているという説もある。彼女が手に持つ天秤は聖者を図る。正義を、剣は、力を象徴し、 剣なきはかりは無力、はかりなき剣は暴力に過ぎず、正義と力が法の両輪であることを表している。目隠しは彼女が前に立つ者の顔を見ないことを示し、法は貧富や権力の有無に関わらず、万人に等しく適用されるという法の下の平等の法理念を表す。目隠しはそもそも剣と天秤の含意する正義には矛盾する不可物であり、 当初はおそらく逆の解釈であったと考えられる。15世紀末に見られる、規範画では差し当たり調子を目的のギガとしての意味があった。1495年の規範画では、馬鹿者が正義の女神の目に目隠しをしている。シュバルツェンベルグは1517年のバンベルク、刑事裁判例の中で、全裁判官合議体に馬鹿者の帽子と目隠しを着せて、 法に逆らい悪い習慣に基づいて判決を出す。これぞこの盲目の馬鹿者の制御なりと書いている。目隠しについて、長尾隆一は、正義の実力的側面に着目し、正義の女神は勝負であり、戦いの結果が明らかになった段階で勝者の胸に抱かれる。また闘争が起こり勝者が入れ替わると新たな勝者の胸に抱かれる。正義の女神は、 腕づくで抑え込まねばならない点が偶意したものと解釈する。目隠しの偶意する意味は、ゲーテの時代には人物の名声を考慮しない公正さに転換しており、目隠しをした正義の女神像が制作されるようになったのは、法の平等の理念が生じた16世紀頃以降で、19世紀頃より、目隠しをした像が主流になる。また、目隠しを取った状態の 全体を見通して公正な判断を下す女神とされているケースもある。ありがとうございます。